奈良県道192号福住横田線は奈良県天理市福住町から大和郡山市横田町に至る一般県道である。天理市福住町内、名阪国道と並走する区間にて道路脇に佇たずむ地蔵が名阪国道に向かって交通を見守っている。ほとんどの区間で1車線ほどしかなく急カーブ急坂の多い道路である。 天理市福住町から天理インターチェンジまでは名阪国道に沿うものの名阪国道はオメガカーブで迂回して勾配を下るのを本道はまっすぐショートカットする。したがって街頭区間はかなりの急勾配である。名阪国道の福住インターチェンジ北の交差点からいきなり1.5車線ほどになりそのまま桜峠まで上りその後少し名阪国道と並走する。 このため、名阪国道の管理道とも呼ばれている。この辺からコンクリート1車線舗装になり、急カーブ急座角間となる。砂防園庭を右に見ながら左折し、さらに降りながら名阪国道の森土をトンネルでくぐり抜ける。そうすると、アスファルト1.4車線くらいになり、急座角間は終了する。住宅街を抜けるか、バイパスを通ると、天理東インターチェンジ北の交差点に着く。 天理インターチェンジまでは、名阪国道の速道として並行する。天理インターチェンジで、北へ進路を変え、少しだけ国道169号と重複する。和寺火神社前交差点で西に進路を変え、そのまま道なりに進むと、横田交差点に着く。交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は、交差点名で表示。ありがとうございます。